枯れ草菌は土壌や植物に普遍的に存在し、半数動物や人の胃腸管に存在するグラム陽性のカタラーゼ陽性の細菌である。カタカナ表記ではしばしばバチルスサブティリスカバシラス、サチリスが使用される。学名のラテン語をそのままかな音社するとバキルススプティリスに近い。バキルスが小さな棒、スプティリスが細いという意味である。 土壌中や植物体に普遍的に存在する。空気中に飛散している常在細菌の一つでもある。0.7から0.82から3メートルの大きさの高気性のプラム陽性換菌である。中温性で最適生育温度は25摂取35度である。画法を形成する。この形態となった時、様々な環境ストレスや飢餓に対して耐久性を有する。 その他の耐久機構として外部 DNA を取り込み自己ゲノムと騒動を組み替えすることによって形質転換する能力を持つ。これらの耐久機構の発言には長い時間を要する。枯ク草菌は素早く適時に環境ストレスに対応するため、ストレスシグマ因子などの環境ストレス応答機構を有する。この応答機構により熱、酸、塩基、エタノールなどへの曝露。 およびグルコースやリン酸の飢餓に耐性を示す。画法は熱や消毒薬などに対しても耐久性を示す。このため一般的な消毒手法でも除去しきれないことがあり、媒地や食品の汚染の原因になることがある。人に対する病原性を持たないため医学上問題視されることは少ないと考えられているが、菌血症、心内膜炎、呼吸器感染症、食中毒、 目感染症をごく稀に引き起こす。藁などの枯れた草を水につけて煮沸すると、ほとんどの微生物はその熱によって死滅するが、枯れ草菌の魔法は高い耐熱性を持つため生き残る。その後、浸出液を放置すると魔法が発芽して、枯れ草菌が優先して繁殖する。枯れ草菌は、好気性であるため浸出液の液面で増殖し、また、筋膜を酸性して、 液面を覆うことが多い。この現象は、ルイパスツールが白鳥の首フラスコによる実験で微生物の自然発生説を否定した後、ジョン・ティンダルによってその例外的な現象として発見された。この性質を利用して自然環境から枯れ草菌を分離することが可能である。また、稲わらを用いた伝統的な納豆は、 深かすか似た大豆を煮沸した稲わらで包んで製造するが、これは煮沸によって雑菌が死滅し、枯れ草菌の一種である納豆菌の画法だけが生き残る性質を利用したものである。煮沸後、一晩放置して枯れ草菌が増殖した浸出液を再び煮沸すると、枯れ草菌のほとんどは画法ではなく通常の菌体として増殖しているため、 一回の射出では除去できない枯ク草菌のほとんどを加熱殺菌することが可能である。この滅菌方法を完結滅菌と呼ぶ。通常は間に一晩聖地をそれぞれ挟んで射出を3回繰り返して行われる。この他、枯ク草菌画法を完全に除去するにはオートクレーブ滅菌や関熱滅菌、露化滅菌など滅菌と呼ばれる。 レベルの殺菌処理が必要である。1835年に、クリスチャン・ゴットフリード・エーレンベルクによって発見された。最初に発見された時、ビブリオ・サブティリスと名付けられた。フェルディナンド・コーンによって、現在の学名柱ス・サブティリスが生まれたのは1872年であった。和名の枯れ草菌は、枯れた草の表面などからこの細菌が分離されることが多いためにつけられた。 バシラスウナフラジェレイトス、バシラスグロボジー、バシラス納豆はシノニムである。最初に研究対象となった細菌の一つである。現在でも細胞の発生と分化のモデル生物に一般的に用いられている。ある種の枯れ草菌が納豆菌として納豆の製造に用いられるほか、一部の枯れ草菌が作るサチライシンなどのタンパク質分解酵素が洗剤に利用されるなど、 代表的な有用微生物の一つに挙げられる。煮沸した枯ク草の浸出液を放置して、枯ク草菌を増殖させた後、池などから採取された水を加えると、細菌を餌とするゾウリムシなどの専門虫類がよく増殖する。そのため、これらの原生動物の分離培養にも用いられる。分子生物学分野では、枯ク草菌は、 グラム陽性換菌のモデル生物として扱われている。1997年にはカレクサ菌ゲノムの解読が完了しており、遺伝子研究や遺伝子組み換えによる有用微生物の開発にも用いられている。ありがとうございます。